野坂康久6月18日没は、日本の実業家、政治家。旧伊稲田。洋食のレストラン、十字屋経営主。元米子市会議員。現米子市長、野坂康の祖父。弁護士、交渉人、最後愛憎の実刑。戦後米子市長を務めた、野坂幹事は、隕石関係にある、鳥取県米子市出身。 酒造業稲田家に生まれた。養父は、野坂吉五郎、米粉中学校から大阪高等工業、学校醸造家に進み、同校を明治45年3月卒業。初めの10年ほどは家業に従事したが、海陸運送業、楽器販売、飲食業と、点々仕事を新たにして終戦時に及んだ。その干渉は8年に米子商工会議所議員。 昭和10年に米子市会議員に当選。昭和26年戦前からの楽器販売、飲食業を有限会社十字屋に改組して取締役社長に就任。かつたが他の人物誌164ページによれば、この十字屋は昭和56年頃まで本通り商店街唯一の上品なレストランとして人気を集めた店だった。 筆者も何回か寄って、ダンディナの坂の姿を見かけた記憶がある。この店がなくなったことは何より、商店街にとって寂しい限りだという。右からの坂安久、二代目、坂口平米、青時三郎、高松の宮信人新郎、青と昇る、小田治野の坂一郎。 伊坂貞吉、野坂漢字今日章と与那子の拡張を高くしている、参院放送と与那子高島屋は、野坂の発想によって実現したものである。野坂安夫によれば、昭和29年3月、ラジオ参院が、東倉吉町のパチンコ屋のあった小安ビル2階に、設立され、叔父野坂一郎と父が勤め始めた。後で知ったが、戦前に、 無線技師をしていた経験を持つおじが発案し、祖父がこれを強力に支援し、同じ経験を持つ父と三人が協力し、たくさんの方々の参画、支援を得て、開局に至ったものだった。また、祖父は、かねてより与那ごに、百貨店を誘致する構想を持っており、たくさんの方々のご援助、協力を得て、昭和三十九年に、与那ご高島屋の設立にこぎつけた。 という孫の野坂康夫によれば、琵琶を弾いたりして、園籍では面白い人だったらしいが、明治期室の人で、家族に対しては、絶対君主的存在で怖かった。ただ、お祭りの度に、祖父からもらえるお小遣いは、楽しみだった。若い頃から髪が少なかったそうで、私が物心ついた頃には、ほとんど丸坊主、頭は、テカテカ光っていた。だんだん髪が少なくなってくると、 やはり祖父の孫だと思う、という。趣味は歌舞伎、感激。宗教は、禅宗、総当宗。住所は、米子市東倉吉町。養父、野坂吉五郎は、衆議院議員を務めた、野坂も三郎の弟。詳細は、稲田藤二郎を参照。ありがとうございます。